君はもう二度と歩くことはできません。これは12年前に僕が医師から実際に言われた言葉です。19歳の時にアメリカンフットボールの試合中の事故で頸椎を骨折し、手足に麻痺が残り車椅子生活となりました。突然の事故でした。体の自由は奪われ、明るい将来はもう自分にはやってこない。自分の体のことで落ち込み、障害のことで悩んで、何度も命を絶とうとすることもありました。しかしそのような中でも、家族のサポート、そして自分の帰りを待ってくれているチームメイトの存在が、この体でももう一度一歩を歩み出そうと、そういった勇気を僕にくれたんです。そしてそのような中で、ある夢が僕の中に生まれてきました。それは、もう一度自分の足で立って歩き、怪我をしたフィールドでチームメイトともう一度プレーをするということです。そして今回、この僕の夢を後押ししてくれるような出会いに巡り合うことができました。それが装着型ロボットスーツ、ハルとの出会いです。医療技術、科学技術の進歩によって、一度脊髄を損傷したとしても、もう一度立って歩ける、そういった可能性が出てきました。そのような中でも、特に注目されている分野が2つあります。1つ目が、幹細胞を用いた再生医療。そして2つ目が、ハルを使ったサイバニクス治療です。この2つの医療技術が組み合わさることによって、今は治る見込みがない病や障害に対しても、いや、将来はそういったこともないかもしれない。そんな可能性が少しずつ出てきました。先日、神戸市にあるロボケアセンターというところで、実際にこのハルを体験するという機会をいただきました。体験してみた感想なんですけども、これなら僕の夢に一歩近づけるかもしれない。そんな可能性を感じることができました。そしてその時の喜びや感動というものを僕一人のものにするのではなくて、ぜひ皆さんにも知っていただきたい、共有していただきたいというふうに思って今この動画を撮影しています。そこで今日はこのハルが一体どういったものなのか、そしてなぜ皆さんにおすすめしようと思ったのか、その2点について実際のトレーニング映像も交えながら皆さんにお伝えしていきたいと思います。動画の後半では皆さんに役立つそんなお知らせもしますので、どうぞ最後までご覧ください。では行きましょう。スイスイプロジェクト。はい、ということでね、今日は装着型ロボットスーツのハル、これがテーマになってくるんですけども、実は機械の力、あるいはロボットの力を使ったパワードスーツっていうものは数多くあるんですね。ただこれらとハルには決定的な違いがあります。それはハルというものは神経回路に直接アプローチできる唯一のパワードスーツだからです。この点について理解していくためには、そもそも僕たちがどのように体を動かしているのか、その仕組みについて知る必要があります。例えばこのように腕を曲げるという動作がありますよね。この時体の中でどういったことが起きているかというと、まず脳が腕を曲げるといった信号を筋肉に伝えます。で、その信号を受け取った筋肉がこういうふうに曲がるというような仕組みになっています。そして体の動きというものは曲げたら終わりではなくて、このぐらいの信号だとだいたいこれぐらい曲がるんだなといった結果を実は脳にフィードバックしていくんですね。で、このフィードバックをもとに人というものは動きを学習していきます。しかし僕のように脊髄を損傷していると脳からの指令をうまく筋肉に伝えることができない、あるいはその結果を脳にうまくフィードバックできないといった状態になります。で、ここで活躍するのがハルなんですね。実は体を動かす時のこの電気の信号というのは皮膚からもう本当に微弱なんですけども電気が漏れ出ているんです。これを生体電位信号というふうに言います。そしてハルは特殊なセンサーを使うことによってこの微弱な電位信号を読み取って装着者の体の動きを認識してそれをアシストしてくれるという仕組みなんです。要はこの動きを何千回も繰り返すことによって脳と神経と筋肉を効果的に変化させていくこと、それを目的としたのがこのハルなんです。
そしてこの春を使ったこの治療のことをサイバニクス治療というふうに言います。そしてサイバニクス治療というのは脊髄損傷だけではなく、例えば脳卒中あるいは ALS や筋ジストロフィーなどの神経系の疾患に対しても効果があるというふうに論文ベースで報告されています。ではこの春の仕組みをね、理解していただいたということで、次は実際にどんなトレーニングをしていくのか、僕の映像を交えながら説明をしていきたいと思います。春には大きく3つのタイプがあります。1つ目が歩行をサポートしてくれる下肢タイプ、2つ目が主に体幹の機能を鍛える腰タイプ、そして3つ目が肘や膝あるいは足首などの胆関節をサポートする胆関節タイプ、この3つがあります。で、今回僕が主に体験したのは腰タイプとあと胆関節タイプですね。なのでこちらの映像をね、交えながら説明をしていきたいと思います。最初に体験したのが春の胆関節タイプです。僕は上腕三頭筋が麻痺しているので腕を伸ばすということができません。なので上腕三頭筋に電極を貼り、春の胆関節タイプを装着して腕を伸ばすといったトレーニングを行いました。最初はうまく信号を送ることができずに腕を伸ばすということができませんでした。春の特徴の一つとして自分の電位信号をこのようにモニターすることができます。そして少しずつ感覚をつかむことができて、だんだんとスムーズに腕を伸ばすことができるようになりました。このように最後にはとてもスムーズに行うことができて、自分で腕を伸ばしているという感覚がありました。そして次に体験したのが春の腰タイプです。僕は胸から下が全く動かないので、このように座る場合自分の腕あるいは他人に支えてもらわないと座ることができません。例えばこのように体が倒れると自分で起き上がることはできません。そこで背中の脊柱起立筋というところに電極を貼り、いわゆる背筋を鍛えるという訓練を行いました。はい、しゃがむときはリラックスしてもらって、はい、起き上がるときだけグッと、あ、そう、リラックスしてスーッと安心して、あ、そう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 、でリラックスして、そうですそうです、リラックスして、あ、そうそうそう、そういう感じで。パッと見ると他人から起こしてもらうように見えますが、これは自分の背中の力で起き上がっています。なのでほとんど腕の力などは使っていません。これを繰り返すことによって体幹を鍛えていきます。そして最後に春の下肢タイプも体験しました。下肢タイプは腰から足にかけて、まあ大きな機械を装着して歩行に関するトレーニングを行っていきます。今回は膝を伸ばすというところを体験しました。太ももの前側とお尻に電極を貼り膝を伸ばすといったところを繰り返していきます。まあ、このような訓練を繰り返していき、最終的には実際に歩行をしていくんですけども、今回僕はそこまではできませんでした。まあ、このあたりは訓練の積み重ねが必要だと考えられます。はい、いかがでしょうか。そして現在では腰タイプや下肢タイプだけではなくて、例えば指や手首といった部位に対する新しい機材も開発が進められています。もちろんこの春を使ったトレーニングというのは魔法ではないので、まあ、何度も何度もね、積み重ねて繰り返し訓練をしていく必要があります。まあ、今回ね、僕は1時間半程度の訓練だったので目を見張るような、まあ、効果が出たわけではないんですけども、まあ、それでも少しずつ改善していくのかな、そんな可能性を感じることができました。では次は例えばこの春というものが国内あるいは海外においてどういった展開を見せているのか、その点についてね、皆さんに知っていただきたいと思います。
今回この動画で春を初めて聞いたという方もいるかもしれないんですが、実は医療的な効果は研究ベースできちんと認められているので、国内外において保険適用もされているケースがあります。日本においては ALS や筋ジストロフィーなど8つの疾患に対して保険適用が認められています。しかし保険適用、特に医療の分野に関しては、日本よりも海外ですね、欧米やアジアの方が展開が急加速しています。特にマレーシアにおいてこの春が大きく展開しています。こちらの映像はマレーシア政府の医療機関である国内最大のリハビリテーション施設なんですけども、こちらの施設ね、なんと24台の春が導入されています。こちらの方たちは腰タイプの春を装着して、体幹の訓練を行っているという様子です。このようにマレーシアにおいては、個人レベルではなくて、もう国を挙げてこの春を導入して医療を進歩させていこうといった動きが見られています。このように春というものは国内だけではなく世界規模において少しずつ展開が広げられています。ここまでの話を聞いて、春ってちょっと興味があるな、一回体験してみたいなといった方もいると思いますので、今日は最後にそのロボケアセンターについて説明をしたいと思います。数年前まで春というものは、いわゆる医療機器だったので、これを導入している病院のリハビリテーションでないと体験することができませんでした。ただ例えば、病院を退院してもっと機能の向上を目指したいな、そういったニーズに応えるために、いわゆる民間のトレーニング施設として春を展開している場所があります。それがロボケアセンターなんですね。そしてこのロボケアセンターでは春を使ったニューロハルフィットといったトレーニングプログラムを作っていて、それをもとにね、春を使ったトレーニングを受けることが可能です。もともとは鈴鹿や湘南などの5つの拠点しかなかったんですけども、それだとね、遠方の方が利用できないということから、現在はフランチャイズ展開を行って、全国で14箇所の拠点があります。先ほど僕のトレーニングの体験映像の中では、3名ぐらいの方がね、サポートをしてくれていましたが、実際には1名あるいは2名の方が付きっきりでサポートをしてくれます。で、他の方の事例もいくつか聞いたんですけども、僕の印象としては他の疾患においてはね、結構大きな改善が見られているなっていった印象を持っています。なので脊椎損傷に限らず、ご自身がもし、疾患を持っている場合には、一度興味があればロボケアセンターに訪ねてみることをお勧めします。それでは今日最後に、皆さんに対するお知らせですね。実際にこのロボケアセンターに行ってみたいんだけども、自分の家からは遠いなっていう方向けに、実はこの腰タイプや胆関節タイプにおいては在宅でのレンタルサービスもこれから開始されるようです。で、僕自身も現在この腰タイプに関しては、一度レンタルをしてみようかなというふうに検討しています。もう一点のお知らせとしては、最近この春というのは民間の保険会社と協業を進めています。具体的には大同生命、 AIG 損保、損保ジャパン、日本興和、この3社が協業を発表しています。もともとこの民間保険に入っていると、例えば10回分のトレーニングをタダで受けることができる、そういった内容もあるそうなので、一度確認してみることをお勧めします。今日お話しした、例えば春の仕組み、あるいはロボケアセンターに関する情報は、リンク先をね、概要欄に貼っていますので、興味がある方は一度検索をしてみてください。はい、いかがでしたでしょうか。僕がね、怪我をした十数年前っていうのは、もう一回脊髄を損傷するともう一生が終わりみたいな感じで言われていたんですよ。それでも医療技術の進歩によって、もう一度立って歩くということは不可能なことではなくなってきました。だからこそね、その実現に向けて自分にできることを一つ一つ積み上げていくことが、僕自身は大切かなというふうに考えています。といったことで、今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。以上、チンでした。バイバイ。Baby, I'm stuck.